ギシャンは、フランス海軍が第一次世界大戦前に建造した、防護巡洋艦で、フランス海軍では一等巡洋艦に分類していた。船体形状は、フランス巡洋艦で、長らく主流となってきたタンブルホーム式の船体を、控えめとし、没個性的なデザインとなった。基本的に高い還元を持つ、朝鮮首労型船体で外洋でのしのげの未成は、良好であった。 垂直型の艦首から、前向きに主砲として16センチメートル単装砲が一機を、配置、下部に司令塔を組み込んだ、露天式の環境構造は上部に船橋を持つ箱型とし、その上に短脚式の前、小柱が立つ。環境構造の背後から4本の煙突が立っているが、フランス海軍では、ボイラー室を前後に振り分けた、艦室分離配置をとっているために、 煙突は2番煙突と3番煙突の間は広く取られ、間に短脚式のマストが立っている。煙突の周囲は関西低置き場となっており、チューブのマストの基部に前後に1機ずつ,つついたボートクレーン2機で運用された。4番煙突から後ろは後部船橋、簡便な短脚式の水ん後ろ向きに手法1機が乗る。原則には角型の張り出しが 片言に3箇所設けられ、そこに16センチメートル炭素砲が、片言3機ずつ、計6機配置された。ありがとうございます。